はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで、今日もですねファイナルファンタジー15についてのニュースになっちゃいます。まあ、なんでかっていうと、まあ、視聴者の人からそれをピックアップしてくださいよって言われてたんで、まあ、取り上げるんですけども、その、まあ、情報がリークしてますよと、リークしてますよっていう、まあ、ニュースがあって、そのニュースから発端して、まあ、ものすごいネタバレがですね、出てるんですよ、インターネットで。で、私は全然見てないんですけど、まあ、ラスボスがなんだとか、ストーリーがどうだとか、結末がどうだとかっていうのがもう全部出てるんですって。それで、まあ、それが大問題になってて、まあ、株主、まあ、これもインターネットの情報なんで本当か分かんないですけど、まあ、スクウェア・エニックスさんの株主の一人が、まあ、ものすごい怒りをあらわにしてて、こんなね、何年もかかって作ったゲームなのに、もう情報がリークしてこれ売り上げに関係あるんじゃないかとか、株価が下がってるじゃないかとか、法的な処置を取るなんとかっていう話まで発端してるんですよね。まあ、こういう情報を見てると、まあ、一ファンとしてはまあ悲しくなってくるっていうのが事実で、でもう一つはやっぱりインターネットがあまりにも普及しすぎたせいで、僕たちはその、まあ、情報をもう持ちすぎてると、本当にね、そうだと思います。 なんかね、人間のその生活の中で、まあ、情報があってね、いいじゃないか、便利じゃないかってなるんですけど、でも逆にありすぎてやっぱり不便なところもあるのかなと、いう悲しいね、思いもあったりするんですけども、まあ個人的な見解からすると、その情報を流したやつは、まあ、まずマナーが分かってないですよね。やっぱりたくさんの人が楽しみにしてて、まだ発売日でもないのに、それを全部ストリーミングして情報出したりとか、ネタバレこうだああだっていうことの、じゃあ価値って何なのって本当に考えた時に、まあ多分自分が有名になれるとか、金銭面でなんか広告費が入ってくるとか、まあいろいろあるのかもしれないですけど、だけどね、悲しい話ですね。まあね、事前にそのペルソナ5みたいにね、情報守れたんじゃないかっていう話も出てますよね。例えば情報出した人は法的処置取りますとか事前に言っとくとかね、そういうことを言っとくだけでも、まあ、情報出るのを防げたのかもしれないし、まあ、プレイステーション4で配信できないようになんかブロックかけとくとかね、龍が如くとかだとゲームの本編のところは配信できないようになってるじゃないですか。確か FF15 はなんかそれなってなかったってどっかで読んだような気がするんですよね。まあ悲しい、そうね、まあ、まあだけど俺はね、なんか FF15 って別にネタバレしても、まあそんないつも別にうわーすげーってなるようなストーリーじゃないじゃないですかこんなこと言ったらもう終わってるんですけど、トピックが。だけど、まあ、ペルソナ5って、えこいつがボスだ、ペルソナってね、えこいつがボスだったのとか、うわーっていう話が多い中、ファイナルファンタジーって別にふーんこいつボスだよね、そうだよねで終わるじゃないですか。だからまああんまそこまで関係あんのかなってのありますけどね。どっちかっていうと、なんかそこまでに行くプロセスを楽しむゲームじゃないですか。いろんなことやってレベルアップして、どうああこうやっておわしってなるやつなんで、まあシュタインズゲートとかそういう何ストーリーがすごい重視してるものじゃないと思うんでね、まああんまなんかそこまで騒ぐほどのことでもないんじゃないかなって俺は思うんだけどね。まあもちろん見ませんよ、それ見ないですけど、自分でわざわざインターネットでね。でもさ、散々騒いでるやつって多分ね、自分で見に行ってると思うんですよね。だって自分もね、インターネットめっちゃやりますよ。携帯とかいつも見てるし、コンピューターでもめっちゃいろんなとこ行ってるしね。だけど一切ネタバレに遭遇しないですもん。だからネタバレ見に行ってるやつは、多分相当なんか探してんのか、まあ、ツイッターでなんか流れてきたみたいなのあったけど、書いてあったけど誰かね。だけどツイッターで流れてきても、まあそれ見たとこでふんで終わりじゃないですか別にそれクリックしてとか、それよくだってやったことないゲームなのに、そのゲームでなんか写真があってパーって書いてあっても、別にふーんって感じじゃないですか。内容もわかんないし、だからスルーしときゃいいと思うんですけどね。まあだから結論から言うと、ギャンギャンなんかネタバレがうわーとこうだってすっごい
なんか大げさになってますけど、俺からさせてもらうと別に俺普通にネットやってるけど見ないし、まあ、探そうとしなければ別に見ることもないんじゃないかなと思うんですけどね、うん、なんか必要以上に周りが騒いでるような気がします。はい、以上ですということで今日のニュース終わりです。はい、また明日よろしくお願いします。ということで Peace out。